ジークフリート・ハインリヒは、ドイツの指揮者、ドレスデン近郊、コッタの出身。10歳で、ドレスデン十字架合唱団の団員となり、ルドルフ・マウエルスベルガーに、音楽的才能を認められる。1953年にマウエルスベルガーの推薦で、ドレスデン協会音楽学校に進学。しかし翌年にドイツに移り、フランクフルト音楽大学に編入し、ヘルムート・バルヒャー、 クルト・ヘッセンベルク、カール・ワイス、マリア・イーガー・ユング、ゲオルク・ショルティ、カール・マリア・ツビスラー、カール・リステンパールとの各紙に支持。1955年には、フランクフルト学生合唱団を設立。1957年には、ヘッセン室内管弦楽団を結成し、古学・オペラ・スタジオを作った。1961年には、バート・ヘルスフェルトの教会音楽ディレクターに就任し、 2000年まで、勤めた。1969年には、フランクフルト学生合唱団をもとに、フランクフルトコンチェルト合唱団を創設し、そこの常任指揮者を勤めた。1976年に、功労メダルを授与。1983年には、ヘッス選手からゲーテメダルを贈られた。1988年には、功労十字章受章を授与された。2000年には、 クワヘッセンバルデック福音主義協会からフィリップ・ニコライ金メダル、マールブルク氏から名誉ブロンズバッジ等を贈られている。2005年にはプラハの欧州芸術連合からグスタフ・マーラー賞を贈られた。ありがとうございます。